日銀福島支店は先月の県内の景気について前の月の悪化しているから悪化の度合いが弱まったとして厳しい状態にあるに上方修正しました。判断の上方修正は2018年9月以来1年9ヶ月ぶりです。個人消費は新型コロナの影響により園芸や DIY などのいわゆる巣ごもり需要が高まり、ホームセンターなどの小売業の販売額が前年を上回りました。一方、観光施設や宿泊施設の客数は大幅に減少しているものの、持ち直しに向けた動きが見られ始めているということです。日銀福島支店は先行きについて、第2波が懸念される新型コロナの影響に注意していく必要があるとしています。